書室で見かけるなんて珍しいですね。白羽はいませんよ。知っているよ。今の今まで一緒にいた。今日は料理部に顔を出していたよ。あの制服で図書室の司書をしていたら、マジで妖精かゴシックホラーな感じだったのにな。ああ、恐ろしいほど決まっていたよ。この制服は線の細い子ほど似合う気がする。その理論からいくと、八代先輩はあまり似合わないことになりますね。僕が太っているということかい？スタイルがいいってことですよ。まあ確かにバスキア教諭がこの制服姿だと少しいかがわしい店を連想しますね。相変わらず君は面白い発想をするね。でもこの制服に変わってほっとしましたよ。前より少しばかりスカート丈が長いでしょう。大事な部分が見えそうで困った。自分は別にどうでも構いませんけどね。ただ目を合わせなければ私の目線はだいたい相手の腰あたりになるんですよ。確かに目のやり場に困るか。八代先輩は腰の位置が高いでしょ。今までのやつだと割とハラハラしてましたよ。そうか、迂闊にターンもできない。ようやく動じたね。先輩がやるとシャレにならない。噂を立てられたらまずいでしょうに。僕は構わないよ。君はお気に入りだ。私が構うんですよ。料理の本だよ。ハロウィンに出す料理を研究中でね。ハロウィン？うん？知らないのかい？最近は日本でも割とメジャーになりつつあると思ったんだけどね。お菓子をもらいに家々を。いや、ハロウィン自体は知ってますよ。じゃなくて八代先輩がパーティーを開くのですか？オリエンテーリングにカテゴライズされるね。収穫祭は学院の主催、ハロウィンは二階屋の会が催すものだ。その通り。ハロウィンにふさわしいものはないか探していたところさ。そうだ、八重垣くんはパーティーで食べてみたい料理はないかね？食い道楽なんでそういう質問をされると悩みますね。そうだな、一度映画で見たバターボールを食べてみたいですかね。バターボール？それは飴だろ？パーティーには向かないような。ああ、普通はそっちか。私の言うバターボールは揚げバターと言った方がいいですかね。バターに衣をつけて油で揚げたものなんですよ。うむ、
ねておいてなんだが、乙女的にカロリーの観点から言って難しそうだな。そうですか。それじゃあ、その前に八代先輩が好きな料理はないんですか？それにすればいい。パンケーキかな。お、パンケーキですか。確かに飾り付けしやすそうだし、ハロウィンに合いそうだ。それでいてうまい。八重垣くんのお墨付きが出たね。また料理部で味見に呼んでくださいよ。待ち合わせでも？ああ、これから2階への会で会議だよ。普段のハロウィンのことでね。部がある時でも休めないんですね。年中無休か。このご時世、定休日なんてあったらやっていけないからね。そうだ、もう一つ質問しよう。ハロウィンでの出し物だが、どんなものがあったら面白いと思う？出し物？お化けの格好して料理を食べてお菓子をもらいに回るだけじゃないんですか？基本寮のダイニングホールを借り切って行われるんだけどね。去年は個人で占いの館をやっている者もいたな。へえ、ならそうだな。お久しぶりですね、八代先輩。最近は忙しくてバレエ談義はできなかったね。おい、人のことを脅かしておいて無視か。無視をしていたのはエリカでしょ。エントランスで待っているって言ったのに全然来やしないのだもの。迎えに来たのよ。そうか、悪い、先輩と盛り上がっちまってよ。それで、八重垣くんの意見は？そうですね、パーティーなら賑やかしは必要か。バンドみたいな？ガールズバンドか。今さら何十番煎じだよ。乗り遅れるにも程があるぞ。天国への階段を歌うエリカが見られると思ったのだけど。僕は移民の歌が好きだ。ブロディを思い出す。そうだな、僕は怪談話というのはいいかもね。時期外れなことを除けば。八代先輩、怪談が夏だけのものというのは浅はかですよ。怪談は夏よりも秋冬の方が多いのです。寒い時期の怪談は夏とは別種の趣があって。ネリーといい、リンゴくんといい、女の子はホラー話が好きなのだな。その言い方だと私たちが女じゃないって言ってるみたいですよ。
それでここから、ここからが興味深いんですよ。勘弁してくれ。私のおすすめは雪山のお話で、雪山登山をした大学生2人の話なの。頂を踏破することはできたのだけど、下山する途中に1人が足を捻挫してしまって、その日のうちに山を降りることができなくなってしまったの。日が暮れそうな時、ようやく山小屋を見つけて。目のやり場に困ると言っていたもんな。だからな。それはエリカの考え方が古いのよ。いつか私もあんな風に。八代先輩？先輩、話聞いていましたか？ん？八重垣君と高崎君の意見、とても参考になったよ。それは良かったです。そろそろ向かわないとまずいな。二階屋の会の会合だよ。年中無休だ。店長は大変ですね。定休日が欲しいが、そうもいかない。本当に高崎君の案が通るなんて。怪談話大会とはね。それはいいわ。ぜひ催しの一つに入れましょう。まあ、メリーの喜ぶ顔を見られるのは結構なことだが。感謝しているわ、ユズリハ。やめてくれないかネリー。心臓が口から飛び出すかと思ったよ。ユズリハを驚かせられたわ。まったく、ハンガーゲームじゃないんだぞ。何？映画だよ。不意打ちばかりされているなってことさ。それより肌着じゃないか。まさか僕が来るまでじっと潜んで待っていたのかい？違うわ、ユズリハったら服を脱ぎながら考え事をしていたじゃないの。それに肌着なのは一緒でしょ。そうか。まずい。
きくなったわね。ああ、ネリーも大きくなったよ。本当？そろそろいいだろ？服が脱げないよ。残念。いたずらばかりしていると二階屋の会のメンバーに示しがつかないぞ。二人だけの時しかしないわ。ゆずりはは甘えさせてくれるから好きよ。親バカな父親になった。